何かこうもどかしい感じのインターバル終えて佐藤拓磨がコース上出ていきました。ここまでは雨降ってほしくないですね。なんとか持ってほしいという。残りは5台です。デイビッド・リチャーズチーム代表、その奥には木内武雄 F1 プロジェクトリーダーの姿も見えます。おお、そして日本のファンもブダペストまで来ているという、はい、我々のホテルにも日本からのファンの方が泊まってますけどね。そうですか。かなり、まあ、夏休みは今の時期ですから日本からのファンの方はサーキットの中でもあちこちで見かけられますね。はい、今はチームメイトのバトンがトップです。1分19秒700。今回少しハンスを改良したんで、この前 の、 ホッケンハイムのようなトラブルはちょっとない、まあ、出にくいと思います。完璧ではないですけどね、はい、本人言うには。あのホッケンハイムではハンスが脱落するということでかなり痛みがあったという佐藤拓磨です。そうですね、今ちょっとブレーキバランスいじりましたね、左行って、はい、コックピット左奥、うん、微調整を加えたミシュランタイヤのデュパスキーも見つめている。さあ佐藤拓磨のタイムアタックです。一個の飛び込み、ここからですね。はい、ここをうまく、まずは1コーナー慎重にクリアをしていきました佐藤拓磨です。はい、今の入りいいですね。コントロールライン今までのドライバーの中でベストな、ね、通過スピードですね。はい、で 1,2 コーナーうまく今来てますね。さっきのランもバランス悪くなかったようですけどね。はい、あ、ここはコンマ3秒です。いいですね、大きくバトンをリードしてセクター2。トラブル以外は回収、ハンガロリンク初めてになりますので、やっぱり回収されたセクター3になりますが、12、13、ここ13コーナー14コーナー、まあ、同じですけれども、はい、おっとっと、あと少しはみ出した、入りが、違いますんで、うん、はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。今セクター2ペースですね。ここからですね、ここをうまくこのブレーキング変わりましたんで、はい、5台を残して今トップタイム。さあ佐藤拓磨、久しぶりにいい予選のパフォーマンスとなるか。バトンに対してトップに立った、わずかですが1000分の7秒を抑えて佐藤拓磨。これで5番手以内は確定という佐藤拓磨。たっぷり積んで、はい、はい、ということはピットスタートで燃料を積んでのスタートということを選択するようです。にするんじゃないでしょうかね、うん、はい、まあ、あの中段グループここ1コーナーシャープになっちゃったん で距離も結構伸びちゃったんで、まあ、事故も起きやすいですし、はい、あのピットスタート悪くない調子だと思いますよ、はい、あの安定性ということをタイヤの安定性考えるとロングスティントできますんでね。さあマッサが出走しません。残るはフェラーリの2台のみ。佐藤拓磨がこれは、はい、ただびっくりしますよね、あのザ・バーゼ今回で、3回目のエンジントラブルですか、フィッシュが2回、はい、ニルブルクリンクとエクシルバーストだったと思うんですけれども、まあ、フェラーリと本当同じエンジンだったらね、フェラーリもね、たまにはなんかこう、はい、あのみんなの期待を持たせるようにレースを楽してくれるようにエンジントラブルでも起こしてくれるといいんですけどね、まあ、50レース以上のトラブルですからね、フェラーリミハエル・シューマッハ、さあミハエル・シューマッハがコースに入っていきました。すでに佐藤拓磨は3番手以内は確定です。今シーズンのベストグリッドはヨーロッパグランプリ2位というのがありますが、まあ、トップ3の会見にこれでもう来るわけですね、はい、今シーズン4回目のトップ3以内決定しています。このハンガロリンクで前を抑えるという、まずは佐藤拓磨ですが、対フェラーリミハエル・シューマッハ、
そしてルーベンス・バリチェロ、このあたりがどのポジションに来るか。しますかね、どうやら先ほど気になった天気も大丈夫なようです。予選1回目トップのルーベンス・バリチェロ、ミハエル・シューマッハのタイムアタックが始まりました。まずは1コーナーに飛び込み、いいスピード入ってきましたね。フェラーリはね、今年もう車のこの開発にあまりをやめちゃうっていう話ですよね。で、昨日ミハエル・シューマッハにこれやめちゃうっていうのは、まあ他がまだ開発続けるらしいからハンディキャップにならないって言ったら、いや、これぐらいのね、たっぷりのハンディキャップ持って他の連中持ってた方がいいと思うよみたいなね。そうですか、言い方しましたけどね、その言葉通りセクター1でも佐藤拓磨を抑えてトップタイムです。セクター2、去年はここからが遅かったブリヂストン、そしてフェラーリ勢なんですが、今回はここが早いというセクター2、セクター3、佐藤拓磨との差、コンマ295、差が開きました。本当にコントローラブルですね。何か余裕を持ってステアリングを切っているような、そんな感じのドライビングです。さあ、ミハエル・シューマッハは佐藤拓磨をここでコンマ5秒引き離してトップタイム。今浜島さんの姿映りましたけれども、顔には笑みが浮かんでました。ブリヂストンタイヤ、いや、ほっとしたっていうところじゃないですかね。難しいとこですね。まあ、ミハエルが1回目は若干控えめにしたのかもしれないですし、コンディションの面もね、あるかもしれませんしね、そうですね、はい、難しいですよね、ただバリチェロはだから昨日も実は不満ぶちまけてましたけど、チームがオリジナルの作戦、ミハエルが3回ストップするんで自分は2回で行くっていう時に、いつの間にかミハエルが2回に変えられて、本人は途中まで気づかなかったっていうのを昨日ぶちまけてましたけど、これでも今回同じ作戦で行くしかないでしょうから、これ今、我々としては、ミハエル・シューマッハ、ポールで3番手タクマっていうところに目が行きがちなんですけど、バリチェロの落胆ぶりは多分すごいでしょうね、これ。なるほど。そして明日の決勝ですが、まず順位確認しておきましょう。ミハエル・シューマッハ、ルーベンス・バリチェロ、フロントローからフェラーリの2台、佐藤拓磨3番手から、そして4番手にジェンソン・バトン、5番手アロンソ、ピッツォニア、モントーヤ、フィジケラ、トゥルーリ、ライコネン、ウェバー、クルサード、パニスは13番手、クリエン、ゾンタ、ハイドフェルド、パンターノ、バウムガートナー、ブルーニ、そしてフェリペマッサは出走しませんでした。明日はどうやらピットスタートということになりそうです。ミハエル・シューマッハが戻ってきました。河合さん、はい、明日の決勝の展望、佐藤拓磨は3番グリッド、これはいいポジションですね。そうですね、1コーナータイトですし、クラッシュを避けるという意味でも前からっていうのはありますし、それからレースのタイヤなんて正解があると、この前の2台が順当に 1-2 で1コーナー切っちゃう、過ぎていくと多分逃げちゃうと思うんですよね。ちょっとタクマとすればタイヤ的についていくのが、昨日も22秒台でずっと走ってましたけれども、そういった意味でミシュラン勢としては最速 の安定性を見せたわけですけれども、ちょっとフェラーリにはついていけないと思うんですね。だから今回は表彰台の一角狙いということで、一番ベストな予選結果が迎えられたと思いますね、ただ唯一気をつけなきゃいけないのは5番手にアロンソがいるのが嫌なんですよね。前もスタート良かったですからね、ただアロンソに前に出られちゃうと、ちょっとはアロンソ5番手ですけど、車の時あんまり良さそうじゃないんでね、特に嫌ですよね、そのあたりはその決勝レース大きな、ポイントとなりそうですが、この順位を見て
戦略というの面ではどうですかね、はい、何かこう分かることってありますか。みんなこの辺は3だとは思うんですけどね、はい、3ストップだと思いますね、上位陣は。はい、ただ唯一だからマクラーレンだけがクエスチョンマーク2ストップかなっていう気は今知ってますけどね。はい、川合さんありがとうございました。取材の方に向かってください。はい、はい、さあミハエル・シューマッハが通算62回目のポールポジション、今宮さん、はい、今日の予選どんな印象を持たれましたか。うん、これでミハエル・シューマッハハンガリーとすれば6回目のポールポジションということで、まあ彼もともとこのハンガリーのコースは、3番目4番目にポールポジションの回数も多いという言い方もできる意味では強いコースなんですけれどもね、やっぱり僕はバリチェロが本当にポールポジションをもっと争ってもっと接近するかな、勝てるかなと思ったんですけれどもね、はい、やっぱりこの辺はやはりミハエル・シューマッハのなんて言うんでしょうね、さすがのも非常に大きいですね。はい、始まりますね。はい、おめでとうございます。ハンガリー公式予選、まず3番手がビエロホンダ佐藤拓磨、そして2番手がフェラリーのバリチェロ、そしてポールはハンガリーでは6回目、今年7回目のポールを取ったシュマハに入るということで、去年はいわゆる5位8位だったんですが、今回フロントローということで素晴らしいですね。去年に比べて本当にいいポジションです。その結果を出すためにはもちろん努力しました。相当プッシュしました。最後のテスティングセッションですね、相当準備を入念に行いましたということで、ホッケンハイムハンガリーということでやってきたわけで、そういった皆さんのチーム力です。グリッドはどんな感じでしょう。こういった形になってまいりましたけど、いや別にどうでしょう。That's what you should have expected. 大体予想通り。マクラーレンがちょっともう少し行くんじゃないかなと。まあ別の戦略なのかもしれません。明日ならないと分かりません。基本的には BR はここも早いですし、ルノーも早いと。はい、バリチェロ。予選のラップ相当良かったんですけど、ポールいけそうだったように思うんですけども、そうですね、全体的にいいラップでした。ちょっとがっかりですね、今朝、まあ、トラックはちょっとミハイルが出てた時よりちょっと違ったわけなんですが、いずれにしてもスムーズに行きました。必ずここはうまくいけそうだと2台ともいけそうだと思ってたんですけども、ということで本当にうまくいったというふうに思ってます。ちょっとラップ最後の方でミスがあったんですけども、全体的には満足です。ちょっとダーティーな方に今回はスタート、そうですね、まあ今年残念です。まあ本当に偶数はダーティーだということで、でもフェラーリはこのスタートここら辺良かったわけですし、ここ最近はいいので大丈夫だと思います。楽しみしてます。たくま素晴らしいラップでした。素晴らしいターン11のところでしたっけ。良かったですね。一番早かったですね、私のサーキットの中でも。ちょっと何秒分の1かぐらいはちょっとロスしたところもありましたけども、でも全体的にはうまくいったというふうに思ってます。セカンドロール嬉しいです。サードポジションの人が5回優勝したところですけども、そうですね、自信はあります。アメリカ、カナダの一行、やはりちょっといろいろと苦戦してきました。ドイツの時にまたペース取り戻して、ようやくここまでペース戻してきたということで、大きく飛躍したということで満足しています。ミハイル、明日のレース、相当厳しいドライバーにとってのレースとなりそうですけど、そうですね、ステアリングのアクションも大変ですし、スライディングもあります。バンピーですし、なかなかコントロールするのは毎回毎回難しいですけども、厳しいですけども、そのために頑張ってやってきたわけですから、楽しみにしてます。
Ja, das ist sicherlich ein schöner Return für uns nach der Sommerpause. Top 3 Interview. 今、ミハエル・シューマッハがドイツ語、そして、この後、バリチェロ、ポルトガル語の後、佐藤拓磨の日本語、ここまでお聞きいただこうと思います。佐藤拓磨が今シーズン4回目、トップ3会見に今、臨んでいます。スペイン、ヨーロッパ、そしてアメリカグランプリ、あの表彰台を取ったアメリカグランプリ以来のトップ3。そうですね、ちょっとあれ以来、あの快進撃にみんなこう私たちも浮き足立ってましたからあれと思った成績だったんですけども、まあほぼこういうシーンのね半ば常連になりつつありますよね。これはあの今までの F1 における日本というものの流れを見るとね、すごいことですよ ね、 そうですよね、はい、我々も何かこうね普通の感じで見てますけれども、はい、その後トップ3日本語で佐藤拓磨その感想を語ります。今はバリチェロがそのようにバリチェロいつも長いんですよね。そうですよね、ヒゲ生やしてるんですね。今日はあの予選3番手で、自己ベスト更新というわけではなかったんですけども、まあ、誇りっぽいサーキットということで、本当に価値のある、セカンドローになったんじゃないかなと思います。まあ、週末通して、トラブルも出なかったし車もすごくいい形で、まあ、進んでいたんで、もう本当に今日は、またねこのポジションに戻ってきてすごく嬉しいんで、また明日、攻めのレースをして、力強い、ね、レースをしていきたいと思います。